ューヴィーさん。でももうニュービーって言い方はよくな。なのです。だってここまで攻略してこれたならもうニュービーとは言わないもの。言葉は正しく使うべきよ。どうやらフィールドの解放は投げ出さずに進めているみたいね。そうね、このペースでいけば SBC フリューゲル解放のアップデートには間に合うかもしれないわ。マスター、やりました！間に合いそうです！でも、もうさすがに分かっていると思うけど、オールドサウスにもギルドボスがいるの。ここまで来て諦めたりしないようにね。せっかくのタイプ X なんだから無駄にしないでちょうだい。あなた思ったより骨がある。そういうの嫌いじゃないわ。それじゃあアップデート後の SBC フリューゲルで会えることを楽しみにしてるわ。やりましたよマスター。アップデートまでに間に合いそうだって言われました。ここまで来たらあとはもう一頑張りですからね。ファイト！あーですよ。ベージに到着したね。まだまだ。よせろよ。グッジョブ。アファス、任された。わかりました。応援してますよ。当てる。そうだね。アマス、オンに切れ。回復を頼む。オンに切る。使いますよ。突破する。上演しますよ。これなら。だ、なんでしょう。これでどうだ。投げるぞ。投げるぞ。いいだ。アバス、オンに切れ。すごいじゃない。クレハ。ああ、グッジョブ。ありがとうです。ナイスプレー。嬉しいのです。素晴らしいです。アバス、ありがとう。エネミー発見です。えい、平等を知らせてくれ。よし、応援とか集まってます。決まった。弱ってる。今がチャンス。まだまだ終わりだ。レアアイテムか。ついてるね。エネミーだ。警戒を。スナイパー注意。アファス、オンに切れ。入った。アファス、オンに切れ。弱ってないよ、今がチャンス。弱ってないよ、今がチャンス。素晴らしいです。任せてよ。余裕だったね。
ライパーだ。各地警戒、レイドを散らしてくれ。まったやるわね、クレハ。ああえいはっ、クリティカル倒した。無理できないわ。さっさっ、アファス、オンに切る。クリティカル、ナイスプレー。やるな、弱ってるよ。今からすごいな、アファス。任された、発見。やった。弱ってるわよ、今がチャンス。まだまだ楽勝。これでいける。やってみせる。素晴らしいです。アファス、ありがとう。行くぞ。弱ってるよ、今がチャンス。素晴らしいです。ありがとう。受けてみろ。今がチャンス。ブレイクしてます。レネード行くぞ。今だ。やるわね、ありがとうです。はい、じゃあ投げます。すごいすごい、弱ってるわよ、今がチャンス。決まった。弱ってるわよ、今がチャンス。お疲れ様。エネミーだ。仕留める。手を貸してくれ。やった。すごいすごい。やってみてよ。行くぞ。今がチャンスだ。アマス、オンに切る。やるわね。投げるぞ。これでどうだ。素晴らしいです。アマス。ああ。弱ってるよ、今がチャンス。最高です。ありがとう。ナイスね。嬉しいのです。すごいな。すごいすごい。はっ、肩慣らしかな。オンに切る。空気が変わったみたいだ。レムドエネミーだ。倒せるかな。ナイスプレー。アファス、オンに切る。フェイトを散らしてくれ。ナイスプレー。任せてよ。フェイトを散らしてくれ。やってみせる。仕留める。弱ってるわよ、今がチャンス。アファス、オンに切る。グッジョブ。攻める。すごいダメージ。弱ってるわよ、ナイスプレー。これなら。レイズしてます。弱ってるわよ、今がチャンス。見つける。入った。炎上状態、見ろ。回復を頼む。アファス、やられたか。頑張るわ。ナイスプレー。キリト、ありがとう。グッジョブ。キリト、嬉しいよ。やるわね。ナイスプレー。ブレイザー、決まった。フェイトを散らしてくれ。使いますよ。アファシス、オンに切る。すごいじゃない。嬉しいので。倒した。相手にならない。
弱ってないの、今がチャンス。アバステル、グッチャン。キリトさん、任せてよ。弱ってないの、今がチャンス。クレハ回復する。やられた。手を貸してくれ。やった、アバステル、オンに切れ。仕留める。これでどうだ。ナイスプレー。受けてみろ。ブレイザー、炎上状態、寝ろ。応援してますよ。アファス、任された。炎上状態、寝ろ。すごいかな、クレハ。ああ、すごいすごい。お疲れ様。レアモノか、よかったな。決まった。回復します。やるわね。ありがとうです。はっ、エネミーだ。手を貸してくれ。警戒を。やってみせる。グッチャン、キリト、これでどうだ。やってみせる。グッチャン、ありがとう。アバッシュ、ありがとう。弱ってます。今くんだ。まだまだ終わりだ。スナイパー注意。入った。レアモノか、よかったな。最高です。弱ってるよ、今がチャンス。アバス、オンに切る。最高です。やった、お疲れ様。グッチャン、キリト、テレルナです。
逆。エネミーだ。目的地を到着しました。行くぞ。よし、返す。そうだな、照れちゃいます。そうだな、エネミーだ、警戒を。発見。エネミーだ、スナイパー注意。嬉しいよ。やった、トレジャーボックスよ。エネミーだ。終わりだ。アファス、オンに切る。発見。まだまだすごいので、スナイパーだ、隠し警戒。倒した。お疲れ様。発見。
貸してくれ。入った。まだまだ。これでどうだ。入った。終わりだ。アファシス、オンに切る。回復します。アファシス、任された。応援してますよ、レンさん。助かるわ。ナイスプレー。キリト、嬉しいのです。エネミー発見です。やってみせる。エネミーだ。スナイパー注意。ヘイトを散らしてくれ。やっ、警戒を。ヘイトを散らしてくれ。クリティカル。これなら。まだまだ。やるな。すごいじゃな。クレハ、ありがとう。やるわね。クレハ。ああ。投げるぞ。アファシス、オンに切る。ユニットの隠れ。
回復します。使うぞ。応援してます。回復を頼む。気をつけなさいよ。ヘイトを散らしてくれ。アファス任された。手を貸してくれ。最高です。回復します。アバス、オンに切る。ナイスプレー。応援しますよ。これなので振り付けて。手を貸してくれ。やるわね。クレハ嬉しいよ。やったやるな。た手を貸してくれ。まだまだ。やった最高です。アバス、ありがとう。終わりだ。注意、ヘイトを散らしてくれ。スナイパー注意。空気が変わったみたいだ。発見！やってみせる！仕留める！やってみせる！ネームドエネミーよ、強敵だわ。手を貸してくれ。ヘイトを散らしてくれ。ヘイトの効果を取る。アバス、オンに切る。やるわね。クレハ、ありがとうです。グッチョ。うわ、キリト。ああ、すごいな。ヘイトを散らしてくれ。スカウト、警察以上よ。入った。ヘイトを散らしてくれ。まだまだ。炎上状態、寝ろ。食いつける。炎上状態、寝ろ。食いつける。ブレイクしてます。えい、応援助けてください。ブレイクよ、畳みかけて。すごいじゃない。クレハ、嬉しいよ。決まった。食いつける。仕留める。最高です。やってみたい。アバス、ああ、応援してますよ。行くぞ。アバス、オンに切る。
食いつける。応援してますよ。やった。いいじゃん。突破する。行くわよ。これでどうだ。はっ。入った。やってみせる。そうだな。照れちゃいます。使いますよ。くらえ。使うわよ。わーい。ふむ、これは少しばかり面倒だ。どうしたもんだろうな。ああ、君か。今日も精が出るな。それで、何の情報が欲しいんだ？にゃははは、嬉しいことを言ってくれるな。どこかの誰かさんとは大違いだ。でも、すまないな。今は少し立て込んでいるんだ。仕事の話じゃなければ、そうだな。時間があるなら、オレっちとビジネスの話をしないか？損はさせないぞ。むしろ美味しい仕事だ。もちろん、君の頑張り次第だけどな。ま、とりあえず触りだけでも聞いていきなよ。頼みたいのはマッピングといってもダンジョンじゃないぞ。フィールドの方だ。知っての通り、銃撃戦っていうのは先に発見した方が圧倒的に有利だろう。視線と左線を通したやつが勝つ、そういうもんだ。そんなわけで、システムとは違う詳細なマップの需要が結構高くてな。でもな、フィールドのマッピングは時間がかかるんだよ。打ち合いに有利な場所ってのは大概難所とイコールだから、なおさらだ。そこで君の出番ってわけだな。 UFG で高低差を知り尽くしてる君ならいい情報がもらえる。あっという間に終わらせて報酬がっぽりってすな。本来なら
オイラがこの足で調査するところなんだけどな。今回は本当に急ぎなんだよ。それに何より君なら信用の面でも安心できるしな。人助けだと思って引き受けてくれるとお姉さん嬉しいな、なんてな。にゃははどうだ、やってくれるか。ありがとな、大助かりだ。じゃ教えてくれ。うん、これなら満点だ。ありがとう、助かったよ。さてそれならオイラも約束を守らないとな。それは違うぞ。今日君は価値がある情報を生み出したんだ。正しい情報は効率を高め、より良い作戦を生み出す元となるのさ。それに生還率も上がるかもしれないしな。誰だってデスペナルティやトラップは避けたいだろ。ま、そういうことさ。他にも欲しいものを手に入れたり、面白いクエストを探すのにも役に立つ。形がないからといって情報を軽く見てはダメだぞ。ちょっと余計な口出ししちゃったな。ま、今の話は報酬のおまけということにしておくよ。さて、それじゃあ支払いだけどな。お金でも何か情報でもいいぞ。何がいい？え？あ、そうか。君はまだ知らなかったのか。オイラのヒゲの由来はトップシークレットだ。ちょっとやそっとじゃ教えられないな。さ、別の報酬を考えてくれ。いやいや、そういうのはなしだろ。恋バナするならビジネスのついでじゃなくて、もっとムードがないとな。でもその質問はうまいな。いないって答えが難しい。オイラも参考にさせてもらうよ。あ、別の報酬を考えてくれ。うん、わかったぞ。こんなもんでどうかな。今後もよろしくな。そうだ、最後にもう一つおまけだ。情報屋をしていると思うんだよ。どこでどんな風に何かがつながるかわからないってな。人とのつながりは大切にするといいぞ。たまにバカも見るけど、ちゃんと報われるからな。というわけで、お姉さんのような情報屋は大事にな。にゃっはっは。
みようじゃない。どうしたの？キョロキョロして。プレミアもキリトの大事な仲間だよね。ああ、他の VRMMO からプレミアも AI だよ。キリト、皆さん、こんにちは。質問させてください。ここはどこですか？え？どこって SBC グロッケンだけど。そういう意味ではないのです。この GGO という世界は一体どこなのでしょうか？ああ、そういうことか。ここは私がいた世界、アイングラウンドと見た目が大きく異なります。アイングラウンドっていうのはさ、クローズドベータでプレイヤーを集めてサービスされたソードアートオリジンっていう VRMMO のことなんだ。ああ、そういえば聞いたことがあるわ。あのデスゲーム、 SAO と世界観が似てるんでしょ？そうだ。魔法こそ存在しないが、オリジンは剣とファンタジーの世界なんだ。なるほど。確かに全く違う世界から来たんじゃ混乱するのも無理はないわね。私はキリトたちと共に数多くの冒険をしました。これからも彼らと生きていくためにこの世界のことも知りたいです。さすがだね。学ぼうとする意志が高いというか。ぐぬぬ、私も負けられないな。じゃあせっかくだし、レイちゃんからプレミアに GGO の成り立ちを教えてあげればいいんじゃない？そうだな。じゃあ頼もうかな。私が？できるかな。じゃあやってみるね。ここはプレミアがいた世界よりずっとずっと文明が進んでる世界なの。ずっと先の人がとっても頑張っていろんな研究をしたんだ。それで銃ができたり、剣も光るようになったり、高い建物も作って空に届いちゃうかと思ったら、本当に空を越えて宇宙まで行けるようになったの。空を移動？それは神の力ですか？もちろん人の力。すごく頑張ったから人はとっても偉くなったの。でもみんなすごいとなかなか褒めてもらえないよね。だから自分だけ褒められたかった人たちは喧嘩を始めちゃって。もしかしてこの GGO という世界はその戦争の後の？うん、人が喧嘩をした後のちょっと寂しい世界。プレミアから見ればずっと先の場所だよ。やっぱり少し難しかったかしら。この世界へ来たばかりだったら混乱していたかもしれません。ですが今はキリトやあなたたちとこの世界を見て回った後なので多少は理解できます。そっか、それはよかったよ。文化がいろいろと違うことも理解できました。皆さんありがとうございます。でもそうだな、せっかくだからもう少し具体的な説明をしてやってもいいかもな。
ああ、そうね。ねえ、ちょっとプレミアを案内してあげましょうよ。この世界のことがよくわかる場所といえば、そうね、あの辺かしら。ここは？廃墟よ。昔はここでたくさんの人たちが幸せに暮らしていたはず。それがこんな状態に。人々はどれだけ文明を発展させても争うことをやめないのですね。プレミオ、アイングラウンドでも同じように争いが起きました。私もあの世界で双子の女神という役割を与えられ、苦しい思いもしました。そして人々は幾千万の年月を経ても同じようなこと。そうよね、私たちを見てよ。そんなに捨てたもんじゃないでしょ。クレハの言う通り、プレミアとキリトたちにも絶対つながりはあるはずだよ。そうよ、キリトさんたちの仲間だからこそあなたもここに来たんでしょ。全てを悲観的に捉えなくてもいいと思うわよ。はい、そうですね。あなたたちは不思議な人です。一緒にいるとキリトたちと同じように、心のどこかに優しい火が灯るような、そんな感じがします。プレミア。ありがとう。なんだかちょっと照れちゃうね。どうしよう。何ですか？楽しみです。